LG Electronics LG Optimus Optimus はかつて韓国の LG Electronics が展開していた Android 搭載スマートフォン及びタブレット端末のブランドである。日本向けには NTT ドコモと KDDI 沖縄セルラー電話連合から発売されていた。主に Android を搭載するスマートフォンの名称であるがかつては Windows 4 7搭載スマートフォンも オプティマスシリーズに含まれていた。オプティマス7、クアンタムの2機種が該当する。いずれも2010年発売。しかし、LG エレクトロニクスは端末の販売不振により、Windows Phone から撤退した。2012年以降に発売されたオプティマスシリーズは以下の5つに分けられていた。このうち日本で販売されている主力機種はオプティマス G とオプティマス It である。 なお、オプティマス LF は日本国内では最後まで未発売だった。なお、プラダと共同開発するプラダホームバイ LG ブランドから発売された L-02D や Google が販売する Nexus4 はオプティマスシリーズに含まれていない。2013年7月18日にオプティマスシリーズの内 G シリーズ飛ぶシリーズにおけるオプティマスブランドの廃止を発表した。 ブランド廃止後の名称はそれぞれ LG G シリーズと LGB シリーズになる。日本国内向けの G シリーズの名称に関しては NTT ドコモ向けはグローバルモデルと同じく G シリーズ AU 向けは異彩シリーズとなる。日本国内における G シリーズに関しては LG G シリーズを参照。L シリーズと F シリーズに関しては G シリーズのブランド廃止後もしばらくは オプティマスブランドを使用していたが、2014年2月に、スペイン・バルセロナの携帯電話展示会、MWC2014 において、正式に廃止された。ブランド廃止後の命名規則は L。会の後ろに付けられているグレードを表す2桁の数字で決められている。AXX は、Android のバージョン。NTT ドコモ KDDI、沖縄セルラー電話 NTT ドコモ。 LG エレクトロニクス、スマホブランドを G2、統一新製品は G2 から IT メディアモバイル新端末 LGG プロに LGG2 ミニを展示する LG ブース、マイナス携帯ウォッチ第1機、ドコモスマートフォン、ドコモウィズシリーズハットただしジョジョはオプティマスシリーズには含まれないが便利上併記するありがとうございます